マルサンホビー動画チャンネルです。バンダイ、ガンダムブレイカーバトローグシリーズハイグレード144分の1、ガンダムバルバタウロスになります。この、ガンプラは、仮面の、つけた謎のガンプラファイターが操る、ガンプラで、バルバトスをベースにカスタマイズした機体になってます。2台分のガンダムフレームを接続してケンタウロスをモチーフにした4脚の、ガンプラになっています。でこちらが、メーカーで塗装組み立てしたものになりまして、このちょっと特徴的な4本足の、ガンプラになっています。で武器もいろいろついてまして、剣とかあと銃とかあと合体させると弓になったりとかもします。で箱の中を開けていくとこのようになっています。まずはこういったフレームに使うパーツやあとこのシールが入っています。あとこちらにはポリキャップや、尾のところに使うこのリード線、あと赤い部品や少し薄い紫の部品、あとこの辺が武器とかになります。でこちらには濃いブルーの、部品と、あとこちらもまたフレームの部品が入っています。でこちらも濃いブルーの、部品と、あとこの薄い、紫色の、部品が入っています。部品の方はこれで以上になります。そしてこちらが組み立て説明書になってます。ここにガンダムやこのガンプラファイターの解説がまず書いてあります。そして説明書を開いていきますと、まずこちらの方が注意書きやあとパーツの切り方やはめ方などが書いてまして、あとこのパーツのアイコンのところですね、組み立てアイコンのところの説明と、あとここがパーツリストになっています。そしてあとこちらがこのガンダムのこういろんなパーツをこう組み合わせてオリジナルガンプラを作る一例が書いてあります。で組み立ての方はまず胴体の方から組み立てていきます。そして次に、こちら頭部の組み立てになります。でここが、右腕になりまして、この辺が、左腕の組み立てになります。そして作りました胴体と頭と両腕をまずセットしていきます。で次に、前足の足首を2つ同じものを作っていきます。で次に、右足の部分を作っていきます。そして足首パーツをはめまして、で左足の、部品を作って、で足首パーツをつけます。その次に、腰の部品を作ります。そして、腰の部品に両足をつけて本体の方にこうつけて、まずこの2本足の状態になります。その次に後ろ足の方を作っていきます。で後ろ足の方はまずこの取り付けるフレームの部分を作っていきまして、で横につけるこのアーマーのパーツを作っていきます。でそちらをセットします。で足の方は両方同じものを、作っていきますので、2組同時に作っていきます。でこの辺が足首で、あとももからすねのパーツなどを作っていきまして、でここで足の完成になります。で次に、この、ジョイントする部品を組み立てていきます。そしてそれができましたら、この足と この、足がつく部分を、セットしていきます。そしてこの、本体のところにつける、フレームの部分をこの足の方にセットしまして、でさらにここにまた装甲をつけていきます。で作ったパーツのこの向きをこう
の、イラストのように変えていきまして、このような形にしていきます。で次に、この尾の部分の部品を作っていきまして、でこのガンダムの、後ろのところに、後ろ足とこの尾の部分をセットしていってきます。で次にバックパックを作って本体にセットします。その次が今度武器の、製作になりまして、この、剣と、まあ、なんてハンドガン、あと、弓になる部分のこの武器をまず作っていきます。そして、このハンドガンモードにする場合は、こちらの方に傾けて、この武器持ち用の手でします。で後ろのこの、装甲のところにも取り付けることができます。で太刀の方はやはりこの武器持ち手にしまして持たせることができ、あとこの横のやはり装甲のところにセットすることもできます。で弓のモードにするときにはこちらのパーツをこの状態のイラストのようにしてまして、でこの方をつないでいきます。そして、手の方にこう持たせまして、でこの、弓のこの、なんていう弦の部分のエフェクトのパーツがありますので、それをセットして、で矢の方を右腕に持たせて、それで弓をこうつがえたようなこうスタイルが取れるようになっています。であとこちらがジョイントパーツが何点か入ってますので、これでいろいろこう他の別売りのパーツなどと組み合わせて接続することができるようになってます。あとこういったもともとバルバトスについてたようなこう武器やあとその他のジョイントもいろいろ入ってますので、これで組み合わせて遊ぶことができます。でこちらの方がいろんなこうパーツの部分の説明の、解説が書いてありまして、あとこの下の方には使用する色の種類が書いてあります。こちらはクレオスの水星ホビーカラーとミスターカラーに書いてありますので、パッケージやこの写真などを参考にして色を塗っていってみてください。はい、このような新製品も続々ご紹介しておりますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。これで以上です。バイバイ。